では、ケチャオゲームよくぞ、アーク、やっていきたいと思います。今日ね、アークのよく起きる悩み、どの恐竜がどの建材にダメージを与えるのかっていうのを、公式のアークのウィキからデータを持ってきて、確認していきたいと思います。やっぱりね、トラップとか、あとは家を作るときにね、環境ごとに気にしちゃうから、ここら辺のね、建造物ダメージ今日はね、いろいろ見ていきたいと思います。それでは、本日の目次はこちら説明、建造物のダメージについて。二つ目、建造物の石と鉄以上にダメージを与える奴ら。そして最後にアルファ生物の検証をやっていきたいと思います。それではまず一つ目に、建造物のダメージからやっていきたいと思うんだけど、まあ、これはめちゃくちゃ単純な話なんだけど、恐竜によって、建造物にね、ダメージを与えれるやつと与えれないやつがいるんだよね。例えば、レックスで言うと、石の建造物にはダメージを与えれないんだけど、木とかこういった温室とか藁はぶっ壊すことができるんだよね。ダメージが入るんですよ。なので、トラップを作る際には、それを考えて作らないといけないし、あとは拠点を作るときね、その拠点を作る立地環境によって、例えばレックスがめちゃくちゃ出やすい場所なのに、木の建材で家作っちゃったら、すぐボコボコにされて壊されちゃうから、まあかなりもったいなくなるので、まあそういった感じで自分の住んでる環境とか、あとは耐久度、で、さらに、まあトラップに使う場合は、どの建造物だったらこの恐竜はダメージを与えることができないのかっていうのを考えた上で使わないと、作ったのにぶっ壊されるっていうね、残念な感じになるので、そこがね、結構ね、まあベーシックなアークの知識の部分ではあるんだよね。なので今日はね、このどの恐竜がどの建造物にダメージを与えられて、で、今回特にピックアップするのは石と鉄とテック建材ね。この3つは結構ね、ダメージを与えれるやつがめちゃくちゃ少ないのね。なので、ここの3つの建材を特にフォーカスして、誰が石以上の建材にダメージを与えれるのかっていうのをね、見ていきたいと思います。ということで、早速この石建材にダメージを与えることができる恐竜たちを、上から順にね、公式の域から見ていきたいと思います。アルファブラッドクリスタル Y 版、アルファファイヤー Y 版、まあ、アルファの Y 版種だね。で、次にダンクルステウテス、あ、まあ、ダンクルだね。うん、あで、次はギガノトサウルス、で、デスワーム、で、アルファデスワーム、で、クイーンデスワーム。で、まあ、デスワーム系はアルファとか関係なく、基本的には石ぶっ壊せるっていう感じなんだね。で、次はロックエレメンタル系だね。ロックエレメンタル系は全員石も壊せます。で、次からアルファコーナーだね。アルファのカルの、アルファの、まあ、デスワン、まあ、さっきも言ったんだけど、で、アルファのトゥソテウチス、イカちゃんだね。で、アルファのバジリスク、アルファのメガロノン、アルファのモササウルス、アルファラプトル、アルファレックスっていう感じで、アルファ系は基本的に全部石壊すので、止めようとした時に石建材だと突破されるので要注意っていう感じになりますね。で、スピードめちゃくちゃ速いから、DPS 超速いんで、さっくりいかれるので、かなりね、ここはね、覚えておいた方がいいんじゃないかなって思いますね。アルファには石は効かないって感じだね、ラプトルに関しても。で、次がね、俺めっちゃびっくりしたんだけど、カリコテリウムとガチャなんだよね。カリコとガチャって、石壊せるんだね。これ知らなかったわ。まあ、カリコもガチャも手渡しテイムなので、まあ、そこら辺ね、トラップに入れてやるっていうことがあんまりないのでね、まあ、気づかなかったんだけど、実は石建材を貫通するんだね。で、次にスケルタルカルのスケルタルギガノト。まあ、これはイベントの恐竜だから、まあ、ちょっとあんまり出てこないけど、こんな感じだね。で、あと、テリジノサウス。あれ、テリジノってダメージ与えるのかな？え、テリジノって石ダメージ与えれたっけ？え、これはちょっと俺、石でやったことあるような気がするんだけど、あれ、金属のボードでやってたっけ？これちょっと後で検証してみようか。ちょっとテリジノは検証してみましょう。なんかテリジノあれなんだね。石壊せるんだね。で、次に、デスワーム。まあ、デスワームはさっきも言ったんだけど、デスワームアルファもノーマルも倒せると。で、マナガルム、マンチコア。え、マナガルム嘘だこれ。え、マナガルム本当に？俺、マナガルム普通に石のトラップで作ってるけど、あれこれなんか、公式のウィキちょっと怪しくない？テリジノとマナガルムに関しては、ちょっと確認してみますか。こうワンチャンテリジノはわかんないけど、マナガルムはブレスかもしれないね。ブレス限定でダメージを与えることができるかもしれないね。っていう感じで、石建材に関しては、デスワーム系、ロックエレ系、あとはアルファ系ね。アルファデスワームとかブラッドワイバーンとか、まあ、そこら辺のアルファ系が全部いかれるから、ラプトルだと言ってもアルファはやられちゃうので気をつけてくださいっていう感じですね。で、まあやっぱりね、一番はギガノトかな。ギガノトはやっぱりね、どうしてもね、石壊すっていうのは特徴なので、まあ、大体ね、金属のボードとか恐竜ゲートでやるので、まあ、そこら辺は結構有名かなっていうところですね。っていう感じで、こんな奴らが石を破壊してくるっていうところなので、これ特にトラップ作るときにはお気をつけくださいっていう感じになります。それでは次に、
この鉄ね、金属とあとはテック建材で、この金属とテックはね、おそらく同列で、金属壊すやつはテック壊せるし、テック壊せるやつは金属壊せるって感じで、まあ、両方にダメージ与えれるような感じの立ち位置になってるので、多分ランク的にはね、金属とテックが同じような感じの耐久度で、まあ、位置してるんじゃないかなと思います。なのでね、金属とテックにダメージが入る生物っていうのを説明していきたいと思います。まあ、これもね、ウィキにあった上からね、読んでいきたいと思います。ブルードマザー、ドラゴン、アイスタイタン、アースロプロウレラ、キタノサウルス、デザートタイタン、ドードーレックス、フォレストタイタン、メガピテクス、激怒したトリケラ、激怒したオセンレックスで、防衛ユニットっていう感じなんだよね。なので結構ね、ここまで来ると種類は少なくなるんだよね。なんならさ、もう半分以上ほとんどがボスだから、まあ、ボスはさすがにまあそうっすよねって感じで、まあ、ブルードマザーとかドラゴンとかタイタン系はまあはいはいっていう感じなんだけど、日頃出会いそうなやつに関しては防具ユニットとか、あとはやっぱりね、アースロプロウレラ、このムカデちゃんですね。このムカデはさ、なんか毒液入ってさ、防具をぶっ壊してくるじゃんっていう感じなので、やっぱりね、そういう破壊系に特化したやつなんだろうね。これあれなんだね、テック素材とか鉄建材までいっちゃうの知らなかったわ。これやばいね。っていうことは、あの火山とかで不用意に作ると簡単にムカデちゃんに行かれるっていうことがわかりますね。これマジでやばいね。それでは最後に検証をやっていきたいと思います。で、これ剣山に本当にダメージが入らないのか入るのかっていうところの検証なんだけど、今回やる検証は石剣材とあとは金属剣材になっております。で、金属剣材に関しては、俺なんかアルファって金属もダメージ通ったような気がしてたんだけど、まあ、ちょっとこれ勘違いかもしれないので、一回ちょっと金属にワイバーンとか、あとはラプトルとか呼んでみたいと思うので、そこら辺の検証と、あとはこの石の剣材ね、これでさっきね、ちょっと知らなかったんだけど、テリジノとかさ、マナがさ、石剣材ダメージ与えられるらしい疑惑があるから、ちょっと確認をしてみたいと思います。とりあえずね、石剣材から実験をしてみたいと思います。はい、テリジノを出してみました。ちょっとテリジノ出したんで、これでね、見てみましょう。あ、ダメージ通ってるわ。あ、ダメージ通ってる。1ダメージだからそんなに攻撃はと、あ、あれ、あーあー、頭突きね。あ、なるほどね。はいはいはい、わかったわかったわかった。テリジノってさ、攻撃がさ、何種類かあるんだよね。プレイヤーに確か貫通する気で土攻撃持ちのこの頭突き、今の頭突きに関しては多分ね、この石剣材にダメージが与えれるんだ。今みたいなこの頭突きだ。なるほどね。で、通常の爪でやるフックはダメージ通らないんだね。はいはい。だいたいさ、3回から5回に1回しか頭突きはしてこないから、あんまり気になってなかったのかもしんないね。なるほどね。この頭突きってさ、気で土がさ、結構溜まってさ、やばい攻撃なんだけどさ、これをさ、やった時だけ石剣材にダメージが通るみたいだわ。なるほどね。ということはこれマナもさ、もしかしたらブレスが当たった時だけあれなのかもしんないね。とりあえずマナガルムを召喚してみました。多分ね、この三角屋根でスタックしてるから動けないと思うんだけど、そうだね、あー、殴りでは全くダメージ入ってないね。はい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 、なるほどね。あー、そうだね、殴りでは全くダメージ入ってないわ。うん、なるほどね。で、まあ、パターンとしてはなんか特殊攻撃でダメージ入るくさいから、まあ、マナに関してはさ、ブレスはさ、結構飛んでる時にすることが多いイメージだから、まあ、多分なんだけど、そんなに地上に置いたトラップでは気にしなくていいのかな。まあ、俺が使ってるさ、紙トラップとかに関しても全然ね、ダメージ入った覚えなかったから、多分ブレス限定だな。通常攻撃はダメージ入んないね。なるほどね、理解しました。知らんかったわ。こんななんか特殊なダメージ入るタイミングがあるんだね。それでは最後にアルファシリーズを実験していきたいと思います。なんかさ、俺の記憶間違いかもしれんけど、アルファってなんかさ、金属もダメージ入ったような気するんだけど、とりあえずアルファラップ出してみるね。あー、ダメージ入ってないね。あ、ダメージ入んないね。なるほどね。あ、じゃあ次アルファレックス出してみる。アルファラップは大丈夫みたいだから。はい、次アルファレックス出してみました。どうかな、アルファレックスは。ダメージの数字が入ってないので、おそらく、あー、大丈夫そうな匂いがしてますね。あー、そうだね。で、石には入るもんね。そうだね、石にはめっちゃダメージ入ってるから、そうだね、金属にはダメージ入んないね。あ、そっか、ダメージ入んないのか。なるほどね。はいはい、わかりました。金属には大丈夫みたいだね。やっぱり俺の勘違いだったのか。そしたら、じゃあ最後にさ、これクリスタルワイバーンのさ、トラップなんだけど、アルファにさ、使ってみようか。これちょっとクリスタルワイバーンのアルファがなんか出なかったから、とりあえずさ、アルファのファイヤー出してみたわ。アルファのファイヤーは、あー、大丈夫そうだね。建材にダメージ入ってないね。そうだね、ダメージ入ってないので、
まあ、とりあえずアルファだったらあれだね、紙トラップで普通にワイバーン仕留めれるね。なるほどね、はいはい、ワイバーンも大丈夫そうだね。ワイバーンも今のところ全然ダメージ入ってないから、まあ、問題ないね。あ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫だわ。はい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 。じゃあ基本的にアルファに関しては鉄建材で大丈夫そうだね。金属で問題なく対応できますね。ということで、ね、本日は恐竜がどの建材にどのダメージを与えるんだいっていうのを検証していきました。でちょっとね、検証あんましなかったんだけど、火と温室とあと藁とアドベに関しては、まあ、大体の生物が、まあ、ほとんどの生物がねダメージ与えられるので、まあ、気をつけてください。はい。まあ大体一緒で、藁が一番脆弱だから、まあ、基本的に藁はね本当に壊されるのは、まあ、覚悟しておいた方がいいかなっていう感じ。かなりすぐ壊れちゃうからね。で今はね多分バグだと思うんだけど、表記がすごくねうざくなってて、例えばですね、これダメージ入ってる建材だとこんな感じでね、なんか修理条件なんちゃらかんちゃらみたいな、このコマンドみたいなこのね裏のねコードが出ちゃってるんだよね。なのでいちいち修理しないと、このなんかねすっごい見づらい画面がいっぱい出ちゃうから、傷ついちゃうとね。なので、まあ、そこら辺はね、まあ、気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますね。いちいちね、このね、めんどくさい表記がね、出てきちゃうので、今はね。で、あとはやっぱりアルファに関しては、鉄建材で大丈夫そうだったので、まあ、なんかね、アルファ系の爪とかが欲しいんだったら、Y 版とかもね、まあ、こうやってね、まあ、トラップを使ってはめてあげればいいんじゃないかなと思いますね。で、僕が一番意外だったのが、この石建材をテリジノが頭突きでぶっ壊すことができるっていうね、とんでもね、石頭だっていうことが分かりました。はい、あで、ぜひね、みんなもね、こいつはこのダメージ入るとか、結構特徴的なのがあったら教えていただければと思います。今日はね、メインで、まあ、強いというかトラップとかね、まあ、とりあえず防衛ラインとかで使うね、まあ、基本的に安心できる建材の鉄であったり石っていうのをベースに話をしてきたので、まあ、他にね、いろいろね、意外な建材とか、いろいろな意外なね、恐竜と建材の組み合わせとかあったら教えていただけると嬉しいです。まあ、実際僕もね、ゲームやってるんでね、そこら辺の情報はありがたいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。限定です。チャンネル登録1万人、10万人と目指しており、ぜひ応援していただけると嬉しいです。楽しんでいただけるよう動画の方と今後も続けてまいりますので、チャンネル登録お願いいたします。また、いつもコメントや高評価くださる皆さん、生放送に遊びに来てくださる皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね、恐竜ライフを一緒に楽しんでいただけるとです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。